こんにちは、かいこーじです。今日はですね、オズモポケットの拡張キットようやく届きましたんで、この拡張キットの3つをね、使って、ちょっと Vlog の中で使っていろいろと撮影に活用してみようかと思います。これとこれとこれ、コントローラーホイールとワイヤレスモジュール、それからアクセサリーマウントです。ちょっと外観を見ていきましょうか。これがアクセサリーマウントですね。これもうもろに GoPro のアクセサリーにつくような感じになってますけど、ここをカチャッと開けると、パチッとやると外れますね。ここが開きます。オズモポケット、ここにね、ライトニングとか USB-C のこのコネクタをつけている状態ではつきません。これを取って、アクセサリーマウントをガチャコンと、これでくっつきました。オズモポケット本体のこの溝の部分にがっちりはまるんで、これでずれません。何気に一番使うのはこのアクセサリーマウントかなと思ってます。あ、これアクセサリーマウントつけたまんまワイヤレスモジュールはつきますね。あ、ついたついた、赤くなった。アクセサリーマウントをつけた状態でもワイヤレスモジュールつけることができました。これ今赤くなってますね。これは接続方法は DJI マイモーメントアプリから接続するみたいです。あ、なんかファームウェアアップデート始まっちゃった。そう、ファームウェアアップデートを待ってたんですけど、オズモポケットの、D シネライク撮影すごい楽しみにしてたんですけど、今までのバージョンではまだ D シネライク対応してなかったんで、このファームウェアアップデートでもしかして対応してるかな。対応してると嬉しいんですけど、じゃあファームウェアアップデートしちゃいます。今ファームウェアアップデート中です。ファームウェアアップデートするときには本体はここにね、ちゃんとつけてマイモーメントアプリからやるみたいです。ファームウェアアップデートしてる間に、このワイヤレスモジュールとコントローラーホイールを外観チェックしてみましょうか。ワイヤレスモジュールはこんな感じです。さっきちょっと見ましたけど、オズモポケットにガチャッとはめ込むと、ここがまず赤くインジケーターが光りますね。で、接続するとこれ緑になるみたいです。そして、ここがオズモポケット本体に挿す USB-C の端子。裏にも、この USB-C のポートがあります。で、底面は真っ平。こんな感じです。続いてコントローラーホイールなんですけど、このコントローラーホイールが一番使ってみたかったアイテムなんですけど、なぜかっていうと、オズモポケットをこう撮影するときにいつも水平を保つモードで撮るんですけど、上下にチルトしたいときにオズモポケットの小さい画面でコントローラーしなきゃいけなかったのが、それはねちょっとね難しくて、こういった物理的にコントロールできるアイテムがあったら便利だろうなと思って、これ一番使いたかったんです。見ていきますと、ボタンが2つありますね。ここにスイッチがあります。これは多分チルトとパンを切り替えるスイッチだと思います。ここになんかレバーみたいのがあって、上にやったり下にやったり、手を離すとバネで真ん中に戻ってくれるような感じになってます。はい、と言ってる間にファームウェアアップデート終わりましたんで、オズモポケットとワイヤレスモジュールを使って無線接続していってみたいと思います。無線接続するときはこの DJI マイモーメントアプリからこのカメラボタンを押して、そうするとアダプターで接続するか Bluetooth で接続するか出てくるので、 Bluetooth を選んで、本体にワイヤレスモジュールがついてるかということで、ついてるので次へ。そうするとここにね、ワイヤレスモジュールのなんか型番かなんかわかんないですけど、こういうのが出てくるんで接続と押す。そうすると、はい、接続。こっちの本体にも接続していいかっていう画面が出てくるので同意を押します。そうすると接続できます。これでもうワイヤレスで今繋がってる状態です。簡単ですね。このワイヤレスモジュールは付けた状態でもアクセサリーマウントと併用することができます。これはね良かったです。アクセサリーマウント付けた状態でワイヤレスモジュールが使えなかったらちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、それは使えるみたいです。良かった。結構バチッとしっかりはまるんで、これね取れなそうです。アクセサリーマウントを使ってる時はこのコントローラーホイールは使えません。じゃあちょっとコントローラーホイール付けてみましょうか。コントローラーホイールつけるとね、こんな感じです。ここが今チルトになってると思うんですけど、お、動いてる動いてる、わかりますか。画面見てください。上に下に、あ、これいいや。軽くやるとゆっくり、お、この辺のコントロールも自在にスピードコントロールできそうです。このボタンは何だろう。あー、セルフィーにしたりこっち向けたり簡単に変えられると、あ、いいわ。ここはモード変えられるんだ。固定、FPV、フォロー。ああ、なるほど。いいですね。で、これがやっぱり、スイッチ切り替えると、はい、パンになりましたね。
僕はほとんどチルトで使うと思います。やっぱこれね、つけたら絶対使いやすいと思います。いいな。だからアクセサリーマウントをつけないときはこのコントローラーホイールを対応することになるかなと思いますね。あとはこのワイヤレスモジュールは自分の手の届かないところでトラッキングを開始したり、そういった用途に使うかなと思いますね。はい、じゃあ今日はこれを持ってちょっと Vlog 撮っていろいろと使い倒していってみたいと思います。行ってきます。今日は溝の口にラーメン食べに来ました。これいつも GoPro Hero 7をつけてる自撮り棒なんですけど、これにオズモポケット用のマウントアダプターつけたんで、これにねちょっとオズモポケットつけてみたいと思います。ちなみにね、オズモポケット用のマウント、アクセサリーマウントはここの中ねゴムになっていて、ここねよく見るとここにね爪がついていて、オズモポケットのアダプターを刺す部分がカチャッとはまってずれないようになってます。このままつけてみましょうか。はい、今アクセサリーマウントつけてみましたけど、これでやると結構距離が取れていい感じなんじゃないかなとは思うんですが、これねちょっと今気づいたんですけど、アクセサリーマウントつけるとオズモポケットがこう、ね、結構ね寝ちゃいますね、自撮り棒を伸ばすと、うん、でも適度な距離が取れていいんじゃないでしょうか。お待たせ。じゃあラーメン食べ行きましょう。溝の口めっちゃ久しぶりだわ。よく来てたけどね、川崎に住んでた時は。これ証拠亭、これおすすめ。これか、エビソー風麺。行きましょう。おお、いい感じの雰囲気やん。楽しみ楽しみ。お、いいっすね。エビソー風麺2つ。わわ、はい、お願いします。結構いろんなメニューがあるけど、おすすめのエビソー風麺にしてみましょう。これね、うわ美味しそう。エビなんだっけ、エビソー風麺、これは美味しそうだわ。きた、はい、ダブルエビソー風麺、いただきましょう。いただきます。うん、うん、これほんと美味しいわ。ごちそうさまでした。ちょうどいい辛さとエビがプリプリしてて、溶き卵とねひき肉とニンニクがちょうどいいバランスで、担々麺ほど辛くないけど適度なピリッと辛みがあって美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー、ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあちょっとね歩いていきましょうか。今から梶ヶ谷の方にね、今ここ溝の口ですけど、梶ヶ谷の方へ歩いて友人宅へ行きたいと思います。今アクセサリーマウントから外してコントローラーホイールをつけてます。コントローラーホイールのちょっとね具合を見てみようかなと思って。コントローラーホイールつけていると2つボタンがあって、すぐにね FPV モードと固定モードとフォローモードを切り替えられるので、それね非常にいいですね。でボタン一つでセルフィーもできるので、通常だと電源ボタンを3回素早く押してセルフィーモードと正面を向けるモード変えるんですけど、これがねまた便利ですね。ボタン1個で切り替えられるんで。今ダイヤルの上下でチルトをこうコントロールできるようになってます。このダイヤルの下のスイッチを切り替えると今度こうパンができるように。へえ、うん、これいいな。やっぱこのコントローラーホイールを使うことが多いかもしれないですね。このコントローラーホイールはアクセサリーマウントと一緒に使うことはできません。
わあ懐かしい、ここはい懐かしいわ。よく溝の口にね、あの来てたから、武蔵新城に住んでたからね、懐かしいですね。あ、これ結構な坂ですよ。階段で、結構な階段。いい運動だわ。そうなんだ。今となってはいい。これちなみにさっきまでつけてたこれアクセサリーマウントなんですけど、これね、まあ弱点とまでは言わないけど、こんな感じで稼働するようになってて、でこの状態でオズモポケットつけられるんですけど、これをね伸ばすと、はい、まあこんな感じになりますよね。こんな感じなんだけど、ちょっともう息が切れてきた。そうすると腕伸ばした時にオズモポケットがね寝ちゃうんですよね。はい、こんな感じかな。なのでこのセルフィースティックとアクセサリーマウントの間に短い延長アームをつけると最適な角度で自撮りできるかなと思います。あ、疲れた。うわ、しんどい。結構しんどい。これはいい運動だ。本当心臓ドキドキしてきた。はい、ラスト。ラスト。ラストね。ちょっと待って、これ急にさ、階段のこの角度もちょっと急になってるし。はい。まあこれうまく使えばこのアクセサリーマウントも活用できるかなと思いますけど、今つけてるコントローラーホイールがね、思いのほかいい感じ。これはチルトしたりパンしたりっていうのをダイヤルでできるのもいいし、うん、これ結構使えると思う。あー疲れた。あー、そうそう、あとねこのアクセサリーマウント使ってる時も、今つけてるコントローラーホイール使ってる時もそうなんですけど、あのスマートフォンとつなぐアダプターがあるじゃないですか。あれを必ず外さないといけないんで、あのねちっこいアダプターを外してちゃんと取っておかないとなくなっちゃうかなっていうね、それはね気をつけた方がいいと思います。と言ってる間に友人宅へ到着しました。階段もうないって言ってたのに。いや、もうしんどいっすよ。結構6階まで階段しんどい。お邪魔しまーす。引っ越したての玄関入ってすぐ天窓、素敵。そしてメリークリスマス&ハッピーニューイヤー。もう1月後半ですけどね。わー、なんかいいな。おー、でっかスピーカー。これは Bluetooth スピーカーですか。イエース。すごい、JBL。それ超いい。これ？そうなんだ。2500円ぐらいなんだけど。これなんてやつ ？JBL の Go2 ってやつ。Go2。ここに Go2 って書いてあるわ。ちっちゃ。これいいんだ。すげえ。もう This is 超いい。俺も最近パソコン用の JBL のペブル使ったよ。カフェラテブレイク。いいな、新婚宅、ほんと。あー、もう一仕事終えた感じ。これからじゃん、仕事は。これからじゃん。これからじゃん。お邪魔しました。じゃあ、カズクラへ。レッツゴー、懐かしい。カズクラっていう、溝の口にあるラーメン屋さん。昼もね、ラーメンだったんですけど。カズクラ行きまーす。カズクラ何年ぶりですかね。いやー、かれこれ7、8年ぶりぐらいじゃないですか。7、8年ぶり7、8年ぶりぐらいじゃないですか。そんなだね。じゃあここは飛ぼうぜ。せーの。これいるかな。で、使うかわからんわ。寒いね。心臓破りの坂も登りは大変だったけど、あ、そうそう、坂ね、坂じゃない、階段ね。下りは楽ちんだ。よ
しかしこれすごい長いね、この階段ね。でしょ。うん。ここ折れた。ああ、懐かしい。昼もラーメンだったんですけど、夜は懐かしの家族らへ。ここね、川崎に住んでた時によく来てたんですよね。行きましょう。はい。やっぱインスパイア行っちゃおう。インスパイア。うわ、家族らインスパイア。あ、この大盛り的な、がっつりうまい。あ、二郎的な。そうそうそう。しゃっ、来たー。これが懐かしの、これ家族らのね、スタンダードの。あ、ありがとうございます。お箸ありがとう。これが家族らインスパイア。ニンニクマシマシ。ニンニクマシマシ。こう何かのラーメンからこうインスパイアされた感じの、本当そうでしょ、うん、ね、インスパイアされたやつ。すごいマシマシ。ニンニクの量がすごい半端じゃないですね。これがね、僕がこの周辺に住んでた時にたまに食べに来てた家族らのね、スタンダードな豚骨醤油ラーメン。いただきます。昼夜ラーメン。あー、美味しい。うん、美味しい、本当に美味しい。あー、好きだわ。あー、美味しい。いや、昔から美味しかったけど、こんな美味しかったっけ。僕ら美味しいね。うん、もし一番この系では美味しい。うん、ちょっとだけニンニクと豆板醤をね。ごちそうさまでした。いやー、はあ、ごちそうさまでした。インスパイア系ね、すごい美味しかった。やっぱ懐かしのカズクラ、あ、美味しかった。さあ、もうあと帰るだけかな。結局こうラーメンをね、食レポ、はい、食レポ動画ですね。あとはこのオズモポケットの拡張キットの各ね、使い心地をやりましたけど、今日はワイヤレスモジュールを試してないんで、ワイヤレスモジュールはまた今度ちょっとチャンスがあったらやろうかなと思いますね。はい。今日はありがとうございました。こちらこそ。はい、なんかオーディオのことといろいろ、あとご飯ボロボロ、うん、あといろいろおめでとう。ありがとう。おめでとう。わ、いい感じの、いい感じのね、こういうとこで飲みたいな。また近々。かしこまりました。また近々。じゃあ。はい、茅ヶ崎戻ってきました。今日はオズモポケットでまた Vlog 撮ってきたわけですけど、拡張キットをね、使い倒すということで、拡張キット、アクセサリーマウントとワイヤレスモジュールとコントローラーホイールをね、持っていたわけですけど、今日はね、ワイヤレスモジュールを使うシーンがなくて、それはね、使えませんでした。アクセサリーマウントとコントローラーホイールはね、使ってみたんですけど、コントローラーホイールがね、特にね、水平モードで撮ってる、固定モードで撮っている時にコントローラーホイールが使えるとすごくね、楽だなっていうのはありましたね。ただ固定モードじゃなくてフォローモードにしていると、まあ水平は常に保てないんですけど、なんかね、今日使っててフォローモードをね、よく使ってみたんですよ。っていうのはコントローラーホイールでワンタッチで固定モード、 FPV モード、フォローモードと切り替えられるんで、そのね、モードをポチポチ変えながら使ってたんですけど、フォローモードね、意外と固定モードより使いやすいのかなと思いましたね。で、またフォローモード使うと上に傾ければ上向いてくれるし、下に傾ければ下向いてくれるんで、左右もそうですね、パンの操作も簡単にできるんで、これ意外とフォローモードで普段から撮ってもいいのかなっていう気もしてきましたね。そうするとコントローラーホイールじゃそもそもそんな対応しないかもなっていうこともちょっとね、思いましたね。で、アクセサリーマウントに関してはやっぱりね、 GoPro のアクセサリー類と一緒に使えるので、セルフィースティックとかね、そういうのを
使うのは結構いいかもなと思いましたね。あと今日ね忘れちゃったんですけど、この僕の持ってるバックパックのこの部分に GoPro つけられるようになってるんで、そのねアクセサリーでオズモポケットをつけてバックパックマウントみたいのをねちょっとやろうと思ったんですけど、それちょっとね忘れちゃって、今度それも使ってみたいと思います。ということでね、まあ拡張キットいろいろ使い道あるんですけど、まあ今日ね使い切れたかって言ったら使い切れてないんで、またこれからちょっといろいろ使って検証していきたいと思います。またあのオズモポケットネタとか、まあ、GoPro とかガジェットドローン系の動画作っていきますので、よかったらチャンネル登録して次回の動画も見てください。さよなら。